普通のね固形石鹸とはちょっと違ってこう食感がちょっとスライムっぽいんですけど、プルプルしていわゆるゲル状ですね、ゼリーみたいなんですけども、これで水をつけるとちゃんとこう泡立ちで 泡が立って石鹸としての機能を果たすというものです、ね、通称プルプル石鹸っていうんですけど、通称プルンプルン石鹸って言ったりね、プルプル石鹸って言ったりするんですけど、まあ、ジェリーみたいですよね。グリセリンとタマリンドガムを使うんですけど、普通の液体石鹸を固めてゲル状にして固めた状態で取り出して使うと、そういった方法をとっています、作り方です、これが、タマリンドガムですね、粉末ですね。それをエタノールですね、エタノールに入れまして、これ温度計なんですけど、後で加熱するときに使うので、そのままガラス棒として使っちゃいます。タマリンドガムをエタノールに溶かすんですけど、少しずつ加えて溶かすと、あんまり溶けないですね。ね、ちょっと全部入れちゃいます、ね、ちょっとこう濁る感じなんですけど、ちょっと白く濁った状態なんですけども、これに水を加えてちょっと薄めて、薄めますね。でさらに液体洗剤ですね、液体洗剤を加えますね。液体洗剤は市販のこう普通のものなんですけども、液体洗剤を加えて、はい、この状態で60度ぐらいに、保温しておきますね。でもう一方ですね、これはグリセリンなんですけど一緒に保温すると、電子レンジとかねホットプレートがあればそれでもいいんですけど、一般的な学校とかの実験ではガスバーナーとかガスコンロでこんな風にこれはステンレスでウォーターバス入浴にしちゃってるんですけども、こんな形にしちゃった方が楽って言えば楽ですね。温度計でかき混ぜながらですね、温度見ながら60度超えないようにすると、普通石鹸って言いますとね、いわゆる化成ソーダ強アルカリである水酸化ナトリウムを使ったりするんですけど、これは石鹸の合成ではなくて洗剤をですね、石鹸を液体からゲル状で固化させると、で石鹸として使うという操作なので、比較的安全にですね石鹸を作ることができるという、そういったやり方ですね。タマリンドが溶け始めて、ほぼほぼ透明になった感じがありますね。温度が上がってきて、少し泡立ってきました、グリセリンも最初はねドロドロ粘性が高かったんですけど、温まってくると結構サラサラな感じになってきます。60度ぐらいまで上げていきます。今50度超えてるんですけども、このビーカーの底の温度がねちょっと高いので、実際にはもうちょっと温度低いんだと思います、全体としては。でこの段階でグリセリンを加えてしまいます。だいぶサラサラ感が、ドロドロだったグリセリンがサラサラした感じがします。はい、あとは60度を目指してですね、ゆっくり攪拌をして温度が落ち着くのを待ちます。これで数分この温度を保って、温度が下がってくるとゲル化してこう固まってくると、しばらくこの状態を保ちます。はい、それでは
器を外して、はい、シリコン型ですね。お菓子なんかをね作るシリコン、普通のシリコンでいいと思います。ね、このシリコンの型に、注げば固まってくるんです。ほっとけば固まるんですけども、もしこれ色をつける場合ですね、この段階でつけるといいと思います。これは、青い食紅なんですけど。色をつけるんだったらここでつけて、固まってきましたね。ちょっと色が薄いのでちょっと多めに入れてみます。だいぶドロドロしてきて固まり始めた感じはするんですけど、ちょっと食紅の溶けが悪くて、色がこう偏っちゃうかもしれませんね。あまりこう激しくかき混ぜると泡立っちゃうんですけども、泡立っても後で水で洗った時に泡は取れるんで、まあ、そんなに気にしなくてもいいかなと。はい、じゃあこの段階でこのぐらいでシリコンの型に入れちゃいます。小さい型も用意してあったので、こっちにも少し回してみます。ちょっと色素がちょっと固まってますね、これね。ちょっと食紅が研ぎ切らなかったみたいですけど、もうすぐに固まり始めた感じがするので、この状態で、しばらく放置したいと思います。まあ、固めるのを急ぐ場合はですね、ラップかなんかをして冷蔵庫に入れておくと割と早く固まるんじゃないかと思います。固まりました。外で5、6分冷ましてから冷蔵庫で10分ぐらい入れたんですけど、ちょっと量が少なくてちょっと薄っぺらくてヘロヘロなんですけどね。水で泡があるんですけど、こう水をつけると泡落ちるんでですね、もう、はい、泡立ちますね。石鹸として使えるんだと思います、ね、こっちはさっき作っといた方なんですけど、他のものも取り出してみますと、やっぱりちょっと食紅に混ぜるところがちょっと甘くて、食紅がちょっと残っちゃってはいるんですけど、最後のところでね、型入れる前によくかき混ぜて溶かすといいと思いますね。こっちちっちゃくて可愛らしいんですけど、こうゼリーみたいでね、間違ってこうちっちゃい方は食べないようにしてほしいんですけど、まあぷよぷよでプルンプルンゼリー、プルンプルン石鹸ですか、プルンプルン石鹸ということで、こう完全に固まんないんですね。ゲル状でゼリー状で、まあちょっと食感がプルプルする石鹸の紹介でした。